皆さんこんにちは、ワンダレグルフィッシュです。では今回は信長の野望を革新パープキット仮想シナリオ太閤の御続きをプレイしていきたいと思います。前回は弓木城をここにね敵の大軍を迎え撃つということで、なんとか撃退できました。これによって敦賀がですね、20万ぐらい入っていた敵の軍が5万まで減っているので、この敦賀を、ね、攻略する好機がやってきたということで、雪村正幸隊、これは弓木城の、防衛線に回っていた部隊と、あと九州から呼び寄せた立花宗茂、このね、鎮西一とも言われた宗茂をもってこの敦賀攻の攻略に当たっていきたいと思います。では早速時間を進めていきましょう。あとですね、補足しておくと今このライレンの部隊がですね、大和郡山城で敵とぶつかってますので、これもね、確実に仕留めておきましょう。さあ敦賀の攻略戦始まってます。敵がこれだと相当な数入ってくるのでね、なんとか防衛戦を行っていきましょう。これは勝長と交換します。捕虜交換ですね。福島正則以下5万の軍が今敦賀に向かってきていて、敵もね、5万規模の軍勢を送ってきているという状況ですね。これは面白くなってきた。しっかりこの敦賀でね、敵を打ち払っていきましょう。とんでもない数の援軍がやってきているのでね、このままなんとか敵を圧していきたいところですね。お、敦賀を取った。いや、これは大きいな。敦賀を取れたので、ここから、どうだろう。彦根城、長浜城、さらに大聖寺、坂本と、一気に城取れるところ増えそうですね。で、これを好機と捉えて一気にね、攻略戦進めていきましょう。では、敦賀を取ったことによって、勢いのままに、目標ですね、北野城、長浜城、この2つを取りたいと思います。この2つの城が取れれば、坂本城はね、もう風前の灯火ということになると思うので、坂本城はあえて捨ておいて、長浜城、北野城、この2つの城の攻略に入っていきたいと思います。ようやく兵能分離も手に入れました。これでね、一気に我々の、ね、兵力が増やせるということで、敦賀も取り、反攻作戦がね、発動できるかなと思います。ではこの後はですね、技術はさらに進化を遂げさせておきたいと思います。敵もね、しんがり部隊がいて、なかなか北野城に、部隊をね、出せていないという状態ですけど、このままいきましょう。今軍をですね、長浜城からは撤退させて、この北野城に全軍で攻撃を仕掛けてます。北野城を、ね、最優先しようという戦略です。この北野城まで取れるとね、今後の戦略の幅がすごく広がるので、できれば、ね、取りたいですよね。このままいけば取れそうかなというところなんですけど、まだまだ油断は、ね、できませんので、一気に揉み潰していきましょう。はい、北野城攻略完了してます。これは大きかったですね。北野城を取ったことによって大聖寺も取れそうだな。攻められるときにどんどん攻めていきましょう。では捕らえていた徳川の武将ですね、全員処刑していきます。とにかく今はね、敵に徹底的に
弾圧していくっていうね、そういう姿勢で臨みましょう。まあ一応投用できるかどうかだけ確認をして、ダメそうだったらもう全員でことごとく処刑していきましょう。誰かこのね、豊臣になびく者がいるかというところですが、誰もいない。であれば全員処刑していきます。はい、大聖寺も取りましたね。このままどうしようかな。秀忠が入る金沢城を狙うという手もありだよな。もうこの先で敵は結構しょぼいというか、守りが手薄なところが多いんですよね。なのでこのまま大聖寺からさらに金沢城まで進んで、まあ、旧前田領まで飲み込んでいきましょう。出陣していきます。今この時を逃さず一気に敵を、ね、殲滅していきます。さあ大和郡山城はね、相変わらず敵の攻撃にさらされてますが、これをね、なんとか撃退していきましょう。できるだけね、ここも敵を壊滅させて、しっかりと味方のね、兵力を増やしていきます。金沢城も攻略はできそうですね。一気にね、ミリタリーバランスが崩れた。この機を逃さず敵兵をね、打ち減らしていきましょう。金沢城の制圧が完了してます。この後能登半島まで一気に進んでいきます。七尾城の攻略まで完了してます。だいぶね、はかどってきているという状態ですね。地図で確認しておきましょう。ご覧のように、越前から能登にかけて、我々のね、勢力圏内に組み込んだということで、だいぶまあ、徳川に対してね、反抗がうまくいっているという状況です。一応まだね、やっぱり徳川と比べると我々の方が若干劣るんですけど、もう敵が6とすると我々が4ぐらいのね、力にはなってきていると思いますので、このまま一気に押し込んでいきたいと思います。今回はここまでにさせていただいて、次回またこの続きをプレイしていきたいと思います。